本日はおすすめのハーブを紹介します。今日ご紹介するのはナスタチウム。これは食用にできるナスタチウムの品種です。で、花と葉っぱをこうサラダに使う、そういったハーブです。で、このナスタチウムは夏の暑さにとても弱いので、今回はこのユーカリの木の下に植えてやることにしました。で、これで少し日陰になってくれるので、夏の暑さも乗り越えて秋も元気な株を楽しむことができます。今回はこの樽鉢に植えてやりました。で、うまく成長すると2メートル以上伸びていきますので、こうやって高低差があると垂れ下がっていくようにこう成長してくれます。で、あとはこう伝わせるようにして育っていってもいいんですが、いろいろこううまくこう伸びていく方向を導いてやると綺麗な形に育っていきます。